拍手。もしもし、お母ちゃん。うん、いや晩飯いらへん。うん、あ、今日今からちょっと映画見て帰ろう思ってるから大丈夫大丈夫。あ、大丈夫大丈夫。お金あるの、ビールプラン2000円あんねん。うん、安心してその辺は大丈夫やから。うん、まだね、もう映画館入るから。うん、じゃあね。あ、さあさあ、ほんまよ、もう最近全然休みあらへんからな。もうちょっと映画でも見てな、リラックスせなあかんわな。よいしょあいしょ。ええ、また横のおばちゃんもすごいな。俺大阪なんか韓国なんか分からへんけど、こういうやつに限ってな、インスタのストーリーハングルであげよるからな。まあええわ、まあ、とりあえずな、映画でもいいわ。映画楽しみやな。うわ、久々の映画楽しみやわ。うるさいな。劇場内での映画の撮影。これ最初ね、うん、法律により10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が課せられます。もし何かの罰金が劇場スタッフまでお知らせください。どうもは映画泥棒。そうやね、これ大事やね。こういうのするやつ最近多いからな。映画館で平気で聞いてるやつ。よしよしよし、楽しみやな。映画最初まず予告ってあるからな。あ、この曲聞いたことある。これなんや。未知との遭遇、未来への架け橋、この感動をもう一度。レレレレレレ、これどないなってんねこれ。遅いな、ほんで。インド中が泣いた、あの感動ラブストーリーがついに日本上陸。まあまあ、インド映画見に行くの、なんか面白そうやな。カレーのガラムマサラってスパイス知ってる？知らない。カレーにはなくてはならない存在やね。なんか変なやつ来たな。なくてはならない存在？俺のガラムマサラをお前にぶち込んでやるよ。ダウンスパイシーボーイ。しまったやないかい。なんやこれ。これがお前のガラウマサラ、The Movie。 もう訳分からへんわ。結局下ネタかよ、ほんで最後。去年も見たあの人気ドラマがついに映画化。おお、これだ。やばい。これ見ようかな。今日はお前のためにお弁当作ってきたんだ。うまいわ。うまそう、ありがとう。こんなところにご飯粒ついてるぞ。ひっひっ。あ、これあれや、あの片付けになった。懐かしいな。おいら、こういうとこってバカ野郎。もしかしてユミは俺のことが好きなのか。でもユミは確かシャンペのことが好きなはず。でな、これ探偵みたいじゃね。うわ、なんか2時間サスペンスのオファーとか来ねえかな。名探偵トイチの家計簿みたいな。かけ物なら名探偵じゃなくてもできるじゃんみたいな。話を戻そう。トイチの推理によれば、ユミが俺のことを好きになったのは2ヶ月前の夏ワン。この時の話はまだ知りませんでした。ザクラやな。女だということを問いつけてほしい。
けないタイ。面白そうやな。これ次これ見ようかな。これ終わったら、なんやあおれるだけで腹筋はダコア。その挟み方ある。俺この人の作品めっちゃ好きやね。これいいよね。テレビでも見たけどこれもっかいやるやん。別の人の人生の夢の、これってな。どこ確認してる。俺たちは夢の中で入れ替わってない。何が始まんねん。そっから別々の二人の人生やから。それ私はベイマックス、あなたの健康を守ります。おー、これいいよ。お前大丈夫か。それ強そうやな。まあでもいいよね。ディズニー映画、ディズニー映画とかもありんな。お、なんか出てきたな。私たちゴーストバスター。ゴーストバスター。なんかやら可愛らしいな。町のお化けを回収しているの。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 こんなんやったっけな。大丈夫な。来ないとかな。これ最近よく出没しているお化けがいるみたい。あ、そう。あ、お化け出てくるのこれ。ええやん、ええやん。見てみようかな。これもちょうどいいかもしれん。あ、入るな。今宵のクズを集める最終戦。うわ、俺これも好きや。ここでまた負けるようなやつ、そんなやつの運命など俺はもう知らん。手に汗握る系ね。勝つことが全てだ。勝たなきゃゴミだ。うわ、俺これ好きやわ。めちゃめちゃ好き。お漫画も全部読んだわ。そういえばこのストレスいいよね。あ、これリメイクかなんかされるのかな。え、めちゃめちゃ。おお、大丈夫か。この勝負に勝ったな。おお、これすごいかも。バカって何言ってか分かれへん。さて、鬼が出るか。うわ、緊張のシーンが出るか。左か右か、右か左か、どっちだ、どっちが正解だ。これで僕の勝ちだ。どうしてだよ。くそ。一人で何してんだよお前。大丈夫か。なんか最近の映画って全部コーナーなんかな。予告がコーナーだけなんかな。大丈夫かこれ。あれ。倒れるだけで腹筋はダコ。倒れ、やるなら、やるなら倒れきれ。あくや。お、あ、これは懐かしい曲やな。なんか今日もどこかで悪事は放っこり。しかし闇があれば光も存在する。おばあちゃん好きやな。苦しむ苦しむこの方々は悪事を正す。あの大人気時代劇がついに映画化。水戸黄門男女逆転物語。これ逆転ですね。あ、またこれ終わりそうなんだ。出てきたね、これ。大丈夫
お前のさ、これ全然好きじゃないんだよ。てかクソダサい金髪にしようってこのクソ童貞が。どでちゃうわ、うるせえビッチ。頑張れもうちょっと。控え。お、出てきた。これも名シーンやね。もうテレビ史に残ると言っても過言ではないぐらいの名シーンやで。これ最終回も俺はどんどん起こしてみたもんな。何だよてめえ。このもんどころが目に入らぬか。こちらにおわす方をどなたと心得る。恐れ多くも先の副将軍水戸光国公であらせられるぞ。ご老公の御前である。図が高い、控えおろう。おー、あ、出てきた出てきた。あ、いえ、あれ目に入らぬ顔もんどころ黄門様のお通りだ。スケさんたくさんお怒りだ。好きな食べ物お稲荷さん。おーイエー。そんな和洋折衷やったかな。大丈夫かこれ。これあとリメイクこれも。あの大家族ヒーローが帰ってくる。お、いいやいいや。何でも持ち上げちゃうお父さん。なんか細そうやな。大丈夫か。体の柔らかいゴム人間お母さん。おーおーおー、硬っ。そっからかい。バリアで家族の安全を担うお姉ちゃん。自分は守られへんかってな。自分はちょっと難しかったか。とにかく走るのが速いだけの弟。おーおーおクリスやないか。ミスターインクレディブル3近日公開。なんだよ、そんなしてから留年すんだよ。ここは深い森の中、捨て去られた一つの命。これは猿に育てられた一人の男の物語。これあのディズニーで有名なったかな、あれちゃう。もう好きだな、好きだな。ボロやな、ボロやな。大丈夫か、野生に溢れすぎてるぞちょっと。彼はまだ知らなかった本当の愛というものを。あ、これラブストーリーね。何やこれ。コービやないか。何やこれ。これはインチキサーカスの団長が奇跡を起こすまでの物語。これも有名なやつや。サーカスで人を集めるために何かみんなの興味を引きつけるものが必要だ。そうだ、変わり者を集めればいいんだ。こうして変わり者を集め出した矢野。これ見たことないか。この出会いが彼を変えていくのであった。張り紙を見てやってきました。変わり者の私でも本当にスターになれるのでしょうか。こんな変わってるみたいなの欲しかったんだ。この丸々としたボディ、女なのにヒゲが生えているなんて最高だ。ごめんください。あ、また、あ、どうも。新しいの。君は何ができるんだい。私はテンデンのモノマネができます。素晴らしい、ぜひ一緒に頑張ろう。こうしてなんやかんやで人が集まり、いよいよサーカスの本番。おお、変わってないな。で一番まとめやし面白そうやな。見てみようかな今度。あ、これも CM ありかな。
うん、これ、まあ、本編始まるわ。これ楽しみに来たんや、今日。やっと始まるわ。あ、来た来た。あ、かっこいいね、俺。あれ I'll be back. お前何しに来て、もう終わり、もう終わりやないか。あ、そうですか。次はもうちょいまともなやってる時に来ようかな。うん、それがええわ。これも止めていいな。